ちょっと見てくれよ、全員分見れるようになっちゃったなんかバイトクエストとかいろいろやってたらこうなっちゃったんだけど、これはもう全部見よう。絆ドラマはさすがに全部見る価値あるよな。じゃあまずさっちゃんから行こうかな。今作の雰囲気的に仲間との絆ほど大事なもんないもんな。はーい、一番よかったら一杯付き合わない？いいけど、さっちゃんは酒強いからなそうなんだ、軽く一杯ってことでよきゃ付き合うぜ。もう仲良しだな。なんで最初からそんな逃げ腰なの？あんた酔わせてどうこうするわけじゃないしなんだそいつは残念。まだ知り合ったばっかなんだけどな。さっちゃんってよ、仲良くなってくれて嬉しいわ。実は今もうキャバのママなんだよな。雇われのだけどね。一応言っとくと、その前は店のナンバーワンキャバ嬢だったんだぞ。ああそうなんだじゃあ俺相手に飲んだってつまんねえかもな。え、でも雇われって言うけど、昨日聞いた会話とかできねえだろ。雇ってたのはあの、そんなの期待してないって。野々宮店長じゃない。私もそんな大層なもんじゃないし。今は誰に雇われてんの？あんたは客じゃないから気楽に飲めるのがいいの。そのキャバの営業は今どうしてる？あ、それそれそれ、オーナーは野々宮ってことだったよな聞きてえこと聞いてくれた。差し当たり店の女の子たちが店を見てくれてる。私は全然心配しなくて大丈夫だってさ。さっちゃんも店の娘たちを信じてるってことか。経営面も最低限は仕込んでたからね。私は教育熱心なママだったってわけ。そいつを自分で言うとこがたまに気づいた。まあとりあえず店のみんなでどうにかなってんのか。そうね、それにその教育熱心があだになって家族とも喧嘩してた。あ、そうか、家族と関係が悪いって。なのはか。あと施設に入ってた親父さん、あの後会ったりしたか？菜の葉さんと清流会のやってた介護施設日だまりの城はバカ高い費用で姉妹の親父さんを預かってた。菜の葉はそこへ親父さんを入れるために乙姫ランドのソープ場にまでなって働いてた。でそれを知らなかったんだよな、さっちゃんは。落ち着いているみたい。あんたたちのおかげでね、父は別の真っ当な施設に入ったし。ああそう、菜の葉は前までやってた事務系の仕事を探してる。そりゃよかった。二人とは連絡取り合ってんのかい？いえ、全然。全然なの？キャバの子たちがこっそり様子見て知らせてくれる。まあでも今さらそんな仲良くできないか。菜の葉怒るから。なんでだよ、そこまで仲悪いのか。まあね、もう 7,8 年は会ってない。え、電話では話しても会ってはくれないみたい。あっちが会ってくれないんだ。会おうって言うと何かと理由つけて断られちゃう。まあ元は全部私が悪いんだけどね。その辺の事情を掘ってく感じなのか、さっちゃんの絆ドラマは。まだ聞いてるぜ。つまんない話だよ。かっけえ。それでも聞いてくれんの？いい男俺はつまんない話が大好きでな。これいいぞ、これでしょ。そいつは嬉しいぜ。なんだって俺はつまんない話が三度の飯より大好きで。いや、めちゃくちゃかっこいいそんな人いるわけないでしょ。こうなりたい。本当だって、早く聞かせてくれよじゃあ安心して話せるわね。それで菜の葉と仲違いした理由ってのは？まあ私がおせっかいすぎたせいだよね。あの子のやることなすこと全部に口出してたから。うちは物心ついた頃から母が病気がちでね。だから私がおっとりした妹の面倒を見なきゃって。あ、面倒見る。お母さんの話は初めて聞いたな。双子なんだから同い年の妹だろ。性格が違ったし、菜の葉は容量も悪かった。私の方は母譲りで我が強かったし、よなれてたかな。寝たきりの母も私のことを頼もしく思ってた。多分菜の葉にでおっとりな父よりもね。なるほどな。父は小さな会社の営業で稼ぎが少なくてさ、それを助けるために私は中学出てすぐバイト、そして割のいい水商売の世界に入るまでそんなに時間はかからなかった。家族の家計を支えていたのは全部この私。母が亡くなってからその思いはより強くなった。それで菜の葉さんに。だから
ナノハにだけはいい大学に行ってもらって、まっとうな人生を送らせたかった。いろいろ強く言っちゃったりしたのかな。それでおせっかいを焼きすぎた。あの子が進学する大学も私が決めたし、仕事も安定した事務職にしなさいとか。なるほど。でもあの子にとって最悪だったのは、付き合い出した彼氏のことまで私が口を出したこと。ああ、それは亀裂入るかもな。ダメな男の条件を並べ立てて、彼氏がそれに当てはまらないかしつこく聞いたわけ。なんだよ、そのダメな男の条件って。不潔、お店で店員に偉そう、女を見下す、知り合いが偉いとか有名人だとか自慢する。一番は不潔だけだな。他にもいろいろあるけど。よかった、ナノハの彼氏はそのほとんどに該当したみたいね。まあ今は不潔じゃないか。コンサル会社を起こしてるとか言ってたけど。家あるし。私はあの子にすぐ別れた方がいいって言った。それでナノハにキレられた。物は投げられたし、怒鳴られて大泣きされた。ああ、その様子を見ていた父にもね。それから会ってないのか。じゃあなんで親父さんにまで。父は自分の稼ぎがないせいで母を治せなかったと気に病んでた。だから私の稼ぎが良くなると肩身が狭かったみたい。以来私に何を言われても言われるがまま。でその時になって、ナノハが私に束縛されているのもずっと助けてやれなかったと泣き出したの。ああ、まあまあ複雑だな。一気に出てきたんだな。そう、要するにナノハの彼氏問題はきっかけでしかなかったんだけど。その時だよね、私は初めて自分が家族に疎まれてたことに気づいた。それは失敗もしたかもな。それが7年か8年前。でも家族を支えてたのも事実だろ。私は家を出て仕事に精を出し続けてたわけ。そしてこの間、野々宮から電話をもらって家のトラブルを知らされた。その間7、8年か。あの母がソープで働いてまで私に助けを求めてこないなんて、ショックだったよ、本当に。ナノハが乙姫ランドにいたこと、サッちゃんは何も知らないことにしてるんだったな。あの子にしてみれば、私にそれを知られるのが一番嫌なことだろうから。ま、そうかもな。いつの間にか飲みすぎてたみたいね。私、ここまで話す気はなかったのに。お酒、付き合ってくれてありがとね、一番。いや、他の二人よりシリアスな話だったな。みんな何かしら抱えてるもんだよな。特に難波より。それを言える誰かがいりゃまだマシって。難波のやつあんなにしょうもなかったのに。まあ足立さんのもまあまあ真面目っちゃ真面目だけどね、過去の因縁の話も絡んでるし。ナンバのしょうもねえからな。ナンバにするか。次、頭いった、飲みすぎちゃったかな。いやでもなんかちゃんとまたなあ、ナノハさんと会えるようになるまで話追っかけられたらいいけどな。これまだ一番最初だからね。これ絆ドラマどんくらい続くんだろうな。今一番進んでる足立さんでもレベル3だけど、いくつまであんだろうな。じゃあ次ナンバね。ナンバのしょうもないやつね。頼むよ、しょうもないやつ。真面目だったからさ、さっちゃんの。お笑い頼むよ。そういやナンバー、この店の超高級ウイスキーレジェンドボルト全部飲んじまったんだっけ。文字で読んでもしょうもねえな。代わりに安いウイスキーをボトルに入れてごまかしてるけど、バレるのも時間の問題だな。よくここで飲めんな、こいつ。その後レジェンドモルトの件はどうだ。何飲んでんだ、行かれてんのか、こいつ。観察してんだけどよ、この店ほとんど客が来ないだろう。まあマスターが趣味でやってるような。いるじゃねえか、マスター。ウサギを頼むのは大丈夫か、これ。アダチやサッチャン、この話俺らの身内ばかりってことはだぞ。このまま放っておいても
レジェンドモルトを頼むやつは永遠に現れねえ。マスターが自分で飲むかもしれねえだろうが。取り越し苦労だったってことだ。そりゃ楽観的すぎねえか。マスターだって誰も飲まねえ酒を仕入れたりしねえだろう。おおい、行ったそばからじゃねえか。いらっしゃいませ。客来たぞ。うん、なかなか洒落た店構えだね。あ、一元のお客さんか。うちは初めてですか。ええ、ほらちゃんと客だって来るしよ。一元なんて珍しいな。頼むなよ。ある小塚からこの店の噂を聞きましてね。ほう、どんな噂です。幻の高級ウイスキーレジェンドモルトがある。狙い撃ちじゃねえか。置いてますよ。おい、どうする。ぜひともいただきたい。私は無類のウイスキー好きでしてね。どうしよう。一番どうするって、謝るなら今しかねえだろ。いや待て、まだ俺様子を見ろ。なんか持ってないぞ。こいつが下バカの可能性もある。謝ってからだ。あの客が安酒を飲めば大事になるぞ。すみませんが、レジェンドモルトはお出しできません。そうなの。なぜです。私が一元の客だからですか。いえ、レジェンドモルトにふさわしくないお客さん。なんかマスターのルールがあるんだ。ほう、それは私がグッドダンディの編集長と知っての発言です。肩書きとかの話してねえんだよ多分。マジか。お前何でも知ってんな。それ車でもレストランでも高級なものばかり特集する金持ち向けの雑誌だよ。ほう、非常に残念ですね。レジェンドモルトが飲めればグッドダンディでこの店を紹介しようと考え。そんなん求めてないよな。書かなくて。マスターはその点の話には興味ありませんから。いいえ、あえて書かせていただきますよ。このバーは客を襟好みする悪質店だとね。勝手にしろバーカ。喧嘩を売ろうってんですか。そちらがレジェンドモルトの提供を拒んだのが原因でしょう。別にもともと客来てねえんだから大して。拒んだ理由を話しましょう。うちのレジェンドモルトはある一人のお客様のためだけに仕入れたものでしてね。ほう、その人以外にはお出しできないんです。別に自分用とかでもないんだ。誰なんですその客は。その昔、俺は一人の女性客に惚れちまいましてね。自分の気持ちを伝えようと決めてレジェンドモルトを仕入れたんです。ほう、その女性が一度でいいから飲んでみたいと言っていた酒でしたから。マスターが自分の話をするとは。俺はレジェンドモルトを置いて彼女が店に来るのを待った。だけどいつまで経っても彼女は店を訪れない。半年たち、1年経った頃、彼女が交通事故で亡くなったことを風の噂で聞きました。うちのレジェンドモルトは彼女に捧げる弔いのボトルなんです。ナンバ土下座しろ。すげえ顔してる。うちのレジェンドモルトを飲みたいと。もうクゼの兄貴くらいしないと許されないんじゃないの。ナンバ、私は数々のバーを巡ってきたが、あなたほど粋なマスターは初めてです。ダセー手のひら返し。実にグッドグレートダンディーだ。悪評を書くとか言ってたのに。なんか頼んでから帰れ。いっぱいも飲まずに帰りやがったあの野郎。お手紙がバレずに済んだ。それにこの先も永遠にバレることはねえ。これで一件落着だ。もうそんな問題じゃねえだろ。正直にマスターに告白して謝るしかねえよ。え？マスターの話を聞いただろ。あのレジェンドモルトはマスターにとって特別なものだ。一番はいいやつだな。それは分かってるけどよ。でも俺弁償するような金ねえよ。まあそうだな。一番でも払えないとは思うけど。でまあ俺も一緒に謝ってやるみたいなことは言いそうかな。一番だったら真ん中。一人で払えねえようなら俺も助けてやるよ。なんで一番が。前に難波から相談を受けた時点でマスターに謝るよう促すべきだったよ。
だけど俺はうまくごまかすことを考えちまった。俺も難波と同罪だ。だから弁償を手伝わせてくれ。めちゃくちゃいいやつだなこいつ。お前なんていいやつなんだ。まあ、だけどそれに甘えるわけにはいかねえ。ほう。こうなったら意地でも俺一人で弁償するぜ。まだ人の心が残ってたか。あ？バカな客だったぜ。俺の作り話を鵜呑みにしやがって。ちょっと感動したのに。惚れた客の女？そんなもんいるわけねえ。だったらなんでレジェンドモルトを出さなかったんですか？この店を始めるとき高い酒の一本くらい置いとかなきゃ格好がつかねえと思ってな。拾ってきたレジェンドモルトの空き瓶に安いウイスキーを詰めたんだ。ただの置物だよ。あんなバカ高い酒めったに頼む客はいねえんだが、たまに今日みてえなのが来る。下バカなのはナンバだった。その度に同じ作り話で客を追い返してねえってことはナンバがこっそり飲む。柏木さんそんな人だったっけ。安酒。ハハハハ。マジかよ。え、おめえら何の話してんだ。聞いてくださいよ。ナンバのやつが。あ、もうインフラ走行に行った。ほらマスターは仕事に戻って。おかしなやつらだな。ついつい高級なボトルの雰囲気に飲まれて勘違いしちまったんだよ。わかるだろ、思い込みってやつだ。でも取り越し苦労だと分かってよかったじゃねえか。いやだけどよ、こんな恥ずかしい話はないぜ。なあ一番、この言葉絶対足立やさっちゃんに言わないでくれよ。頼む。足立さんは笑い物にするな。内緒にしてるって。俺たちだけの秘密だぜ。なあ、その代わり一杯おごれよ。一番安いウイスキーをな。うん、任しとけ。足立さんは腹抱えて笑いそうだな。え、でもこっから先どうすんの。レジェンドモルトの下り終わっちゃったじゃん。あ、まあでも二人には内緒にしろとか言ってたからそういう話になるのかな。なんていう、今あのことは内緒だからな、頼んだぜ。この二人に内緒にするっていう話で今後続いていくのかな。しょうもないけどね。ナンバだけずっとしょうもないのかな。足立さんのはしょうもなくないからな。100万どうすんだよ。あの高志のさ、高志が100万せびられて、おお清掃して、あ、そうか、なんか詐欺かもしれねえから乗り込むとか言ってたんだっけ。足立さん、スーツなんか着てどうしたんだ。今からここで例の示談交渉があるんだ。ここで。ああ、高志くんがバンパーをこすった件か。それそれ。車のオーナーが高志くんに100万円も請求したから、足立さんが代わりに示談交渉をするんだったな。どうせ相手は詐欺師だろうからな。わかんねえだろ。詐欺師相手にわざわざスーツを着込むなんて足立さんも律儀だな。いや、これに関しては事情があってだな。車のオーナーの連絡先を聞こうとして高志に手紙を送ったんだけど、高志から僕も示談交渉に同席しますって返事が来ちまってな。俺はずっと資産家山田を名乗って高志を援助してきたわ。資産家っぽい服を着てるわけだ。手紙のみだから。この20年間一度も顔を合わせてね。はあ。つまり高志くんは今日初めて山田さんに会うってことか。ああ、だから俺は資産家のふりをしなきゃいけねえんだよ。そのためのスーツってわけか。資産家にしちゃ色気のないスーツだな。確かに。仕方ねえだろ。ダブルのスーツとかねえのかよ。これしか持ってねえんだからよ。とりあえずここにいるみんなにはすでに事情を説明して口裏は合わせて。ああ、マスターにも。で、春日には示談交渉に同席してほしい。一番も。なんで俺が。取り巻きを連れてた方が資産家っぽく見えるだろう。いや、こんなもじゃもじゃの取り巻き。頼むって。俺一人で資産家を演じきれる自信がねえんだよ。資産家の取り巻きっぽくはねえぞ。お願いだ。一番は。わかったよ。だけど足立さんは20年前高志くんに事情聴取をしてんだろ。その時に顔を見られてるんじゃ。
向こうは当時5歳だ。はっきりとは覚えてねえだろ。うん、俺もだいぶ老け込んじまったし、バレることはねえぞ。まあそれはそう思うけど。だといいけどよ。え、バレたりすんのかな。あ、すみません。お前高志か。こちらに山田さんは。胸元どうした。もしかしてボタンの止め方知らねえのか。はい。おお、大きくなったな。あ？初対面だろ山田さんは。あ、いや、初めまして。山田だ。何やってんだ。ようやくお会いできましたね。山田さん、ずっと僕を支援してくださりありがとうございます。資産家の山田。何、君のような未来ある若者を資援することは資産家の務めだろうな。急に資産家のスイッチ入れたな。ところで、このお店は。あらかじめ入れとけ。私が趣味で経営しているバーだ。そういうことにしてんの。ジャズが好きなものだね。趣味でお店を経営できるなんてすごいですね。マスターよく協力してくれたな。で、あなた様は。取り巻きって話だったけど、ちょっと変えた方が面白いかな。スタイリストよ。私は山田様のスタイリストを務めております。スタイリスト、もじゃもじゃスタイリスト。資産家ともなれば専属スタイリストがいて当たり前ですよ。今日は交渉に最適なスーツを仕立てました。すごい、さすが資産家ですね。なんか信じてくれた。だろ。いいんだ。だけど、なんでスタイリストさんまで示談交渉に同席するんですか。それはだね、彼はスタイリストであり優秀な秘書でもあるんだ。ああ、結局秘書になった。なるほど、優秀な人材なんですね。おしゃれが上がった。高志君がこすった車のオーナーってのは。自称スタイリストで長谷川さんという方なんですが、そろそろ来るはずかと。あ、来たな。いかにもなやつが来たな。いらっしゃいました。わざわざこんなとこに呼び出しやがって。修理費の100万円は持ってきたんだろうな。その前にいくつか聞きたいことがある、長谷川さんよ。刑事の顔になったな。 あんたが例の足長おじさんか。聞きてえことってなんだ。なんでバンパーの修理に100万もかかるんだ。そりゃ超がつくほどの高級車だから。まあそう言うだろうけど。そうだったのか。僕、車に全然詳しくなくて。見た目は普通の車みたいでしたけど。お、車見せてみろよ。あれはパッと見普通のセダンだが、実は高級なイギリス車でな。本国まで修理に出さねえならねえんだよ。乗ってきてねえのか。ふん。じゃあ次に事故の状況を教えてもらいましょうか、ね、一番はこういう状況に強そうだな。簡単な話よ。俺が信号待ちしてたら、このガキが自転車で横に止まったんだ。そん時にペダルでガリッとバンパーをすりやがった。高志君、それは間違いないのか。はい。それはそうなんだね。最初はズボンの裾が触れたくらいかと思ったんですが、呼び止められて振り返るとバンパーに大きな傷が。ズボンの裾？ふざけんじゃねえ。俺はこの目で見たんだ、ペダルがする瞬間をな。おかしな話だな。お、何がだ。名探偵。普通のセダンなら運転席から見えるのはボンネットまでだ。あ、その下のバンパーは見えないはずだ。ああ、そっか。見えるんだよ。さすがだぜ一番。お前ら乗ったことないだろ、左ハンドルに。一番は本当に鋭いな。またまたおかしいな。お、でか。あんたの車はイギリス車って言ったよな。イギリスも日本と同じ右ハンドルだぜ。はあ、そうなんだ。これ以上ボロが出る前に自分から認めちまえよ。バンパーの傷は最初からついてたもんだったな。そんでその車は片落ちの国産車ってとこだろう。どうする、詐欺を認めておとなしく帰るんなら見逃して。これは勝負あったな。だけどこれ以上騒ぐってんなら俺の秘書が黙って、ね、お前がやれ。私は山田さんの秘書でありボディーガードでね。あ、乗るんだ。くそ、案の定詐欺だったな。足立さんの方がガタイいいんだけどな。それも相当出来の悪いな。山田さんは最初から詐欺だと分かってたんです。でもなんかあっさりすんだな話し合い。なあなあ、これでもう100万払わなくていいのか。私にとって100万くらい大した額じゃないが、ああいう輩を退治するのも資産家の社会的義務だからね。適当なこと言いやがって。すごい、本物のお金持ちってかっこいいですね。たかしはバカなの。
ところで高志、司法試験の方はどうだ。今年は合格しそうかい。それが、え、先日受けた試験はダメでした。おい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 、そうか、残念だったな。でも合格者の平均年齢は29歳です。僕もそこを目標に腰を据えて挑戦するつもりです。来年を目標にしろ。ことはあと4年はい、必ず弁護士になって山田さんにご報告します。こいつ資産家に甘えてやがんな。楽しみだな、待ちきれないよ。それでは今日も勉強があるのでこれで失礼いたします。まあとりあえずバレはしなかったけど。頑張れよ。もういいんじゃないの、援助しなくて。あと4年も送金が続くの。自分で決めたこととはいえしんどいな。来年受かる気でやれ。4年で弁護士になれりゃいいけどな。どういうことだ。今回みたいな単純な詐欺に引っかかるなんて。あ、たかし君は本当に法律の勉強をしてるのか、ね、鋭いな一番。おいおい、縁起でもねえこと言うなよ。確かにあの子は真面目なだけだよ。案外来年あたり合格するかもしれない。法律家志望があんなつまんねえ詐欺にかかんなよ。でもまあ今日は資産家山田がうまくいったな。俺の秘書っぷりが良かったからな。バカ、俺がうまく立ち回ったからだろう。とりあえず祝杯をあげようぜ。ねえ、一番安い酒でな。まあ二人ともうまくやったと思うけど。いや、じゃあ高志、あれ大丈夫か。4年後を目標に頑張りますって言っちゃうやつあんま良くないと思うんだけどな。いや実際簡単じゃないんだろうけど、それでも来年必ず受かりますって言ってほしかったもんな。4年間援助してもらう気でいるのがなんかちょっと気に入らなかったな。援助してもらって当然の感じでいんのが。これはまだまだ続くな。これで足立さんがレベル4になって、まあ一番進んでるんだけど、レベルいくつまであるのかな。カラオケでも歌うか。それは勝手にしろ。なんか3人分一気に見ちゃったな。これだけで動画1本になってるんじゃないの、もしかして。じゃあ今回何しようとしてたんだっけな。あ、まあそうだ、サブストーリーとかもね、いろいろ出てたりするから、ちょっとそういうのもやろうと思ってたんだけど、ちょっと遠出してここまで行ってみようかな。なんかね、この辺に出てるサブストーリーは今のショーになってから登場したやつなんだけど、あのマップの遠い右上にあるこのサブストーリーは前のショーからあったやつなので、4章の時から。結構遠くだけど、まあ前のショーからここにサブストーリー出てたんなら今行っても別にそんなに危険じゃないのかなと。だからちょっと冒険してみよう。行ってこよう。寄り道も RPG の一部よ。あ、虫やんじゃん虫。お、金だってよ、金の雲。金色の虫だ、すげえ。これ価値高いんじゃないの。眩しいくらいに輝いてるぜ。初めて拾ったわ。こいつはかなりのレアもんだ。誰かに自慢してえな。自慢したらいいだろう、仲間たちに。なんかここにもあるな。お、なんかこの辺虫いっぱいいんじゃないの。蜂の巣。そうか、ここ公園なのか、でかい公園。あー、なんかこの辺初めて来たけど。これ草むら歩いてたら他にも拾えるかもしんないな。金の雲、金になったりするんだろうか。金の虫は銀のやつとか見たことあるけど。取れた取れた。虫取りなんてガキの頃思い出すぜ。何かに役立つかもしれないし、持っておくか。ガガか。あとちょっとここのサブストーリーのとこ行く前に、ここにバイトクエストが一つあるから、ちょっとそこ行ってみようかなと思いますね。これだな、多分ここのトイレ。なんかね、まあどういうバイトクエストがあるかここで見れるんだけど、まあもうすでにね、いろいろクリア済みのやつとかあったりすんだけどさ、うん、多分そこのやつはこれだな。トイレで髪を欲しがってる人がいるので、
ポケットティッシュを渡すだけのやつ。男子トイレはどちら？こっちか。こちら？よいしょ。ん？神の存在。ちょっと、なんてことに連れてくんのよ。ん？そっか。それもそうだな。すまん、すぐ出る。男子トイレだもんな。中ってこうなってるんだ。入ってんの？やっぱり個室少ないわね。さっちゃん来るかな。それ男子トイレだから。うろうろしてたら漏れそうな時に個室埋まってた時の絶望感といったら、さっちゃん入ってきたわ。待ってる時間が永遠にも感じるよな。そんな時に出てくる人がいると神に見えるぜ。ほんとまさに神頼みね。おう、しょうもない会話だった。あ、男子トイレ普通に入ってくるんだな。さっちゃんで、こう、紙をください。この人だ。ティッシュ。お前か、ティッシュを頼んだのは。ほんでポケットティッシュをカンさんに交換してもらったので、空き缶のポイントで。これが必要なんだろ。これを使えよ。まさかこんなことでバイトヒーロー .com を使うなんて。よかったな、バイトヒーロー .com があって。ありがとうございました。また呼んでくれよな。ご利用ありがとうございました。こんなんで2000円もらっていいんだ。紙をくださいに続くの。これ続くらしい。まあバイトクエストは基本的にね、動画撮ってない時に勝手にこっちでやっとこうって話にはなったけど、まあいろいろありますね。え、てか何これ。え、すごっ、船なんて書いてある。船未来館。ここなんか今後ストーリーの流れで行くことになったりすんじゃないの。うわ、これもしかして全部行ける。うわ、全部行ける。すげえ、宝の山じゃねえか。また拾わねえかな、金の皿。銀の皿、金の皿ほどじゃないけど高く売れるはず。あ、てかクエスト報告可能になった。あ、ラッキー。なんかめんどくさいクエストあってさ。そう、この銅の皿、銀の皿っていう換金アイテムを持ってこいって依頼があって。ああ、よかった、達成できるわ。お金も結構貯まってきたからね。今17万くらい持ってんだっけ。バイトいくつかこなしてお金貯めてるので、またそろそろ強い武器とか買ってもいいかもしんないな。で、ここだな。え、なんだこれ。ドラゴンカートって書いてあんな。